夏風がノックするまど開けてみるとどこからかの追い込んだ鳥の声読みかけの本を置きどこから来たんだいと笑う目隠ししたまんまの午後3時です世界を大シップルで複雑に回帰した私なんて誰に理解もされないまま服の封を少しだけ揺らしてみせた